が小学校の頃にゾイドという作品からもらった興奮を今回の企画ならではのアウトプットで恩返ししたいと思ってます。金属生命体というコンセプトを超合金だからこそできるアプローチで突き詰めていきたいと思ってます。獣のような柔軟性のある動きをどうやって超合金というブランドと組み合わせて再現できるかを考えました。動力搭載のゾイドと違ってやっぱ超合金ならではの要素が付加されたことで、まあ、様々な表現可能だと思います。例えば劇中シーンが再現できるってことで、まあ、様々なポージング遊びが楽しめるっていうのがすごいと思います。自由で自然な可動域を念頭に置いたアレンジが今回のポイントになります。最高に夢のあるコラボレーションだから最高のもの作りで仕上げたいです。登場するモビルスーツにも相応の思い入れがありますね。まさかあのガンダムをトミカで商品化できるとは思ってなかったので、まあ、この実現っていうのはすごい嬉しいなと思います。アニメの設定画をベースにですね、そのディティール感をしっかりと自分の中で消化しながら、まあ、商品化をしていけるように心がけました。ただそのホワイトベースをちっちゃくしたのではなくて、トミカならではのデフォルメ感を感じる素敵な商品です。トミカとして、こだわり続けている点が、まあ、サイズ感ですとか安全性、そういったところがありますので、そこをしっかりと損なうことがないように、していきつつ、ガンダムらしさといったところもしっかり表現していきたいなと思っています。ガンダムの一ファンとしても納得いく商品をしっかり作ってですね、皆さんに楽しんでいただける、そういった商品をお届けしたいなと思います。